第3代、スペンサー伯爵ジョン・チャールズ・スペンサーは、イギリスの政治家、貴族。1830年から1834年に、かけての保育党政権で、庶民院院内総務、大倉大臣を務めた。父が爵位を継承した1783年から、自身が爵位を継承する1834年まで、オールトラップ施爵の儀礼称号を使用した。 1782年にオールトラップ死者、ジョージ・スペンサーの長男として、スペンサー伯爵家のロンドンの邸宅スペンサーハウスに生まれる。母はレディ・ラビニア・ウィンガム。1783年に父がスペンサー伯爵位を継承したのに伴い、オールトラップ死者の儀礼称号を使用した。ハーロー校を経て、ケンブリッジ大学トリニティ・カレッジへ進学し、1802年に 大学を卒業。1八百四年にオークハンプトン選挙区からホイック党候補として出馬して庶民院議員に当選。1八百六年から八百三十二年にかけてはノースハンプトンシャー選挙区から選出される。ホイック党は1 7八十年代から長い野党時代が続いており、1八百六年にチャールズ・ジェームズ・フォックスが死去した後にはいくつかの党派に、 分裂していた。オールトラップ教は、ホイック党の若手議員の集団である、青年ホイック派と呼ばれる勢力のリーダー的存在だった。1827年に成立した、ジョージカニング内閣は、トーリー党政権ながら、トーリー党が分裂状態だったため、トーリー党の一部とホイック党の一部が連立する内閣となった。しかしオールトップ教はカニングが、選挙法改正に、 消極的であるとして協力を拒否した。オールトラップ教は熱心な選挙法改革論者であるとともにカトリック解放支持派でもあった。1830年にトーリー党政権のウェディントン公爵内閣が崩壊するとホイック党の格闘派に選挙法改正を前提とした連携が成立した。オールトラップ教もこれに協力した。 その結果、グレー伯爵内閣が成立した。オールトラップ卿は、グレー伯爵との関係が良く、内閣に、庶民院院内総務、大倉大臣という重要ポストで入閣している。庶民院院内総務として第一次、選挙法改正法案を通過させるのに、大きな役割を果たした。また1833年には、彼の主導で、工場法が制定され、 自動労働の労働時間制限が設けられた。法案の実行力を確保するために監察官も設けられ、社会政策への最初の一歩となる法律と評価される。彼は、グレー伯爵の公認の首相候補とも目されていた。1832年から1834年にかけては、サウスのオーザンプトンシャー選挙区から庶民院議員に選出される。 1834年7月に成立したメルバーン死者内閣にも留任したが、同年11月10日に父が死去したのに伴い、第3代スペンサー伯爵院を継承し、貴族院へ移籍した。庶民院院内総務の地位はジョンラッセル卿に譲った。この数日後にメルバーン死者は国王ウィリアム四世に罷免されたため、トーリー党が政権を奪還している。第二次。 メルバーン死者区内閣期の1841年頃には、ホイック内に自由貿易論争が起こるようになったが、スペンサー卿は自由貿易派として、穀物法の廃止を訴えた。1845年10月1日に、ノッティンガムシャーのウィーセトンホールで死去した。63歳だった。子はなく、弟のフレデリックが借位と家督を継承した。 1834年11月10日に父の死により以下の借位を継承した。ありがとうございます。